こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今年の新しいニンニクが出たので、先日買いに行ってセットして6日目です。明日用事があるので、今日上下の入れ替えをしたいと思います。6日目の様子です。新しい情報なんですが、ニンニク農家さんにどうやって作ってんのって聞いたら、2週間で出来上がるよ。1回だけ1週間目に上下の入れ替えをするよ。あとは2日に1回、こうやって蓋を開けて蒸気を逃がすんだそうです。それだけだそうです。今のところはそれぐらいです。また新しい情報がありましたらお伝えしたいと思います。ではこれから作業していきます。一旦動画切ります。サラサラ、そんな固まっていないです。それでは下にあったものを上にして、上にあったものを下に入れていきます。今回のニンニクは無農薬有機農法にこだわった柳平さんという人が作ったニンニクなので、小さめです。大きいのでもこんな感じです。小さいのはこんな感じです。可愛らしいです。それでは上下入れ替えの作業をしていきます。一旦動画を切ります。上下入れ替えを終えました。120個近く入っています。一升炊きの釜です。小さいのでたくさん入ります。あと電気釜のことなんですが、これはかなり古いものです。親が使ってたものなんですが、最新式の電気釜だと簡単に保温ができなかったりするかもしれないです。電気屋さんでよく確認してください。それではまた1週間後に開けてみ、蓋を開けて様子を見たいと思います。あと2日に1回ぐらい蓋を開けて蒸気を逃がす作業をしたいと思います。それでは今日はご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録をしていただければ、次の動画もご連絡がいくと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆様またお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今日で12日目です。蒸気が出るか、蒸気を抜きます。蒸気が抜ければ数秒でいいそうです。だいたい7秒から10秒ぐらいの間でしょうか。